おはようございます。えー、っとですね <laughs>。唐突にあのー、なんか iPhone のビデオのやつで 24fps、なんかフレームレートらしいんだけど、1秒間にその何コマ動かすかみたいなのが fps っていうらしい。あの、バンバン打ち合うゲームじゃないよ。一人称してんの。そう。で、1秒間に24個のフレームっていうのがなんか映画とかだと標準の企画らしいんですけど、で、スマホとかの標準の企画はなんか1秒間に30、30コマ。 っていうのが普通らしいんですよ。で、そのスマホの設定で 24fps ってのできたんで、じゃあ、ちょっと一回撮ってみるかと。ど、なんか映画っぽくなるのかなと思って、だからこれ今なんか映画っぽくなってますかこれ。この、この角つきというか、程よいカクつきが、なんか、映画っぽくなってますか皆さん。で、まあ、ただこれが試したかったから動画撮ってるだけで、別に <laughs>、じゃあ一人でお前スマホのストレージの中で実験しとけよって話なんですけど、はい。 別に YouTube 上げなくてもいいじゃんって思うじゃないですか。まあ、でもあのね、一応なんか収益化できて、適当な動画にでも広告つけて、こうやってなんか皆さんとね、コミュニケーションを取って生存報告でもできればなと思って。まあ、だからそういう意味で動画を撮ってます。はい。で、まあ、あの、<laughs> 本当にね、何も内容なくて今アドリブで一発で撮ってるんですけど <laughs>、はい。まあ、特に話すこともないんで、好きなアルバムの話し,します。はい。えっと、ザバンドのね、ザ・ブラウン・アルバムというアルバムなんですけど、 これね、あの、全員、あの、めちゃくちゃね、あの、音としては、アメリカンルーツロックみたいな感じの音なんですけど、あの、メンバーのね、この5人おじさんがいるんですけど、この中全員、あの、全員何 <laughs> この中の4人がカナダ人っていうね。だから、カナダ人のバンドです、これ。そう、なんか、アメリカンロックみたいな感じでよく言われがちなんですけどね。ただこれマジでいいんですよ。何がいいのかっていうと、 その、ザバンドってね、何がいいのかって言いづらいんですよ。それがね、すごいファンとしても困るんですけど、もう名前からしてこの売る気ないじゃないですか、ザバンドって。<laughs> その、っていう感じですね。はい。あの、この前、映画見てきて、ザバンドの映画。なんかミニシアターとかで結構やってたんですけど、はい。もうめちゃくちゃ良かったんで、あの、とりあえずね、聞けと。<laughs> そう。何がいいかっていうのを説明しづらいバンドなんですけど、とりあえず聞いてください。はい。以上です。ありがとうございました。<laughs> あ、そっか。あの、 起き,が起き上がってきたら今度は寝っ転がって終わるか。